なので、テーマの準備をしたいと思うんですけど、ここに出してもいいでしょうか。このラットレースからスタートして、キャッシュフローが支出を上回ったら、ファーストトラック。正しい負債として、1万7000円をボートローン書き加え、毎月返済340。結構セクシー。超最悪じゃん。評価が50です。きた上がった感じ。1500です。しかも、お金持ち。超えたじゃん。これ上がりじゃないのこれ。早っ。すごい一発じゃん。カバンコレ人生ってラッショ人生ラッショイズリゲーム、うん、エンタヒア俺の日の日の日だって450の高っ面白いな。本当に低ほぼ全ての1ヶ月分の給料を失ってんだけど飽きてたけどね。本世紀の認めることありそうじゃない。しかもいや面白すぎる。神がかってるやつや違うんで神がかるよね。ボートなかなか出ないんだよ。しかもしかもボートやばいっすね。その手はないよ。やばその後のズーラーと詰まってるからね。上がってるよ。下は買えないし顔ゼロマーケット売り家来い。 OK 来い売り家。おえ来た3万円売りました。売る3万5000円で買った。俺も5万円で買ってた。貧乏から5000円で買った。これちゃうじゃないの。ローンを全額支払い13万5000円から払えばいいの。そうそうそう。キャッシュフローも失う。失う。13万5000円めっちゃ引いたんじゃないですか。でもキャッシュフローを失うってことはファーストトラックに移るのが出物から大体そういう事件じゃない。確かにどうしてですか。ビッグビジネスだよもう。俺はもうこんなのはちまちまやらないよ。逆にあれよ、みんながこっちを引かなくなるってことはエンターテインメントの株売れなくなるってことは。あーもう最悪だよ。カプチーノを飲まなきゃいけない。10元に戻った。やばい。これでやると。お家買っといてよかったじゃないですか。3、1、2、3。じゃあもうピックでお願いします。よし、来い。ROA64%、20万から28万で売れる可能性あって、価格が16万、販金3万2000、キャッシュフロー1700も買うわ。あれ、行っちゃったんじゃない？行くよ、多分。行こうかな。総資指数を超えればいいだろう。総資指数1700。どうですか。大逆転。大逆転。ちょっと起きたわ。行きます。公営の通常エンターテインメント。お自分で引いた。これ引き強いんじゃないの。今日の株価20ドル。あれだけど。あでも誰も引かないですからね。これ見てると引かなくなる可能性がある。じゃあ売ります。バイトですね。はい、300株持ってるんで、はい、6000ドルをお願いします。はい、ちょうど1時間経ってる。ちょうどいいです。でも1時間だ。そうなんですよ。早いっすね。今でもう大体皆さん35歳ぐらいちょうど人生半分ぐらいですね。どうしよう、住宅ローンも完済しちゃおうかな。住宅ローンでもね、金利安いですよ、すごい。小売店の付けが超高い。あ、そういうことか。はい。で、自動車ローンも 2%、 住宅ローンが 1%、 小売店が 6%、 レートカード3%。これやっぱ上がりパターンってあるんですよね。あるね。多分、うん、あの1ドルの株は一番そうですね。その時にだからいくら持ってるかだよね。そうですね。試せんがまず。そうそう、1万円ぐらい持ってる時だったら1万株でしょ。そうですね。1万株70で売ったら70万でしょ。完全に終了。あ、あんだわ。おお。だよね。家を1個売っただけで。家1個売っただけ。100万で買ったトランジを50万で直して2000万で売ったみたいな感じ、うん、でその2000万を元手に2億の物件買って、うん、キャッシュフローが一気に2000万みたいな、そういう感じで、そこの話は売却が重要。売却しなきゃいけないんだよ。売らなきゃいけないんだよ。でかいものを買う。売却のいいカード来ないと。いやもう本当にね、ベンツ様だよ。ベンツのおかげでもう人生どんどん本当に。とんでもない逆転だよ。もう。もう考えとくつんだよ。本当にありがとうございました。ビッグのやつを買わないとファストトラックではなかなか上がれないんでしょうね、多分。買いたくても金がないと、まあ、借りればいいのか。借りた時にマイナスのキャッシュ、あ、インフローになっちゃうのがあるから、クレジットカードとか返せばよかったな。無駄だもんね、1000とか。だいぶ減らしました。実質もう住宅ローンしかないです。あ、そう。警察官か。警察官。カードも貼ってればいいんだ。ここも早かったね。完全にラッキー。でもやっぱこれ運も必要だよね、だいぶね。まあ人生と一緒ですよ。うん、そうだよね。本当そうだよ。結構こういうの強いですね。そうだね。絶対負けないですよね。どういうこっちゃ。え、フカコンは不労所得の最初の1800って何でやったの？オートメーションビジネス。オートメーションビジネスが1800。それビッグの方。いいです。ビッグ一撃。フカコンの勝因はやっぱり株だね。株だね。ドルが。はい。あ、全突っ込みしましたかね。でも波に乗れる人は乗れない人があるから、ビルの管理もそうだけど、現実の世界でも
ぱ収入の低い人の方がファイヤーは早いな、うんうん、高所得であればあるほど資質がやっぱ20代に資質のなんていうのかな、その癖みたいなのが形成されるから、20代がものすごい安い工場とかで働いてると服なんかもほとんど買えないし、服着てたら似合うかなみたいな、経営を持って通うのを普通で生きてると、はい、僕らのサンデーのメンバーでも一番早かったのはやっぱりその電気工とかしてる30万ぐらいの人らが2年ぐらいで積み立てたりして、へぇー、ビッグビジネスを伊勢帯集合、俺っぽいな、伊勢帯買いましょう買いましょう、はい、キャッシュフロー140しか増えないけど7000で3000お取りください、買います、かっこいいだろう、かっこいいだろう、金あればね、空調サービス、あ、もう一回来た、よく行く、はい、あ、なるほどね、それで毎日の客の方が2770円になって OK です、あ、そうですか、はい、はい、じゃあ、OK、まだ待ってていいですもん、もうバーッてなんだ、じゃあ、もう二人とも天国と上空じゃなくなったかね、よかったです、天国と上空はい、行きます、ハンバーガーのフランチャイズ、はい、減らすか、フロー9500円、減らすか、30万、頭巻き30万ないです、もう少し下を回らないから、早めに上がりすぎたんですよ、すいません、すいません、ペイチェックで18万です、キャッシュフローですって言ってくださいよ、ペイチェックじゃない、キャッシュフローですじゃあもうね、あの釣り小屋買います、え、2回も止まったし、俺たまに呼んでくださいよ、釣り終わったんだよ、ねすごい進みだ、1,2,3,4,5,6,7キャッシュフローで9,10,11,10、税務調査、会計士と弁護士に手持ちの現金の半額払う、とりあえずキャッシュフローもらいましょうか、はい、離婚より税務監査に耐えられる方がマシってことですね、まあ、そういう人生を見たら税務監査日本で何回も何回もできる市長に行こう、じゃあ終わるよ、最後に聞きます、佐藤市長、市長やるの、何よ、ついに権力まで手に入れられた、やばい、岡本市長ですよ、余裕悪いよね自動車修理工、あ、これ買えるんじゃないかな、15万、15万とかで来ますね、これやっぱ考えるとこありますね、集合住宅買い手、買い手は2世帯、4世帯、8世帯のどの集合住宅でも1当たり3万ドルで全部買いたいと思っている、3万ドルです、いらないです、7万で買ってる、オートメーションビジネス買います、4万円、俺も上がった、おー、上がったけど俺はまだもう少し下な、マジか、終わるよ、1,2,3,4,T シャツ販売店20万、見送ります、何を買う、大画面テレビを買う、ちょっとあのごめんなさい、勝ち組の人だって、あの今テレビ買わなきゃいけない、4000ドル払うっていうテーマの違う話だよ、そんなに安いじゃん、先生を釣り上げてくれ、値段がリアルです、ね、4000ドルって40万円、ね、ありがちゃ、ありがち、僕はまだもう少し下で一緒に遊ぼうよ、今やろう、一個行こうよ、これあの釣りしようよ、釣り、苦労所得の100倍もらえるんですもんねそしたら下でもう少し、いやいやいや、2本出るよね、大型マンションですね、キャッシュフロー11,000だけどマイナス6,000になる、そうですね、じゃあダメだ、買えない、そうですね、買ったら損ですね、買ったら損なんだ、はい、そんなこともあるんだ、そう、まあ、今フルレバレッジにすると損になるやつですよ、上がればよかったまあ、IPO ですね、1株10ドルで25万買ってサイコロを1つで6の目が出たら50万もらえるし、5以下だったら6分の1か、そう、可能性、うん、やりますか、私は6出せる自信がないので、うん、やりましょうよ、じゃあやります、はい、面白いじゃないですか、失っても2個出るんですよ、またそうそうそう、皆さん6出ろって祈ってね、6やれ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 、ほら、うわー、目標でやっぱり2杯が出られる、ニーロさんのセミナー聞いてやめますってやめて、その後遅めまいをやめたけど、やることね、株だけでも全然引退できないんじゃない、そうですね、1ドルとかで買えればあれだけど、そうですね、後ろって1回しかない、僕はまだ下です、なぜなら1でペイチェックがあるからです、ペイチェックこれはいいね、押せばいいよ、私もそれで上がれたの、いや、エコちゃんこういう性格だよ、あ、そうでしたね、こういう性格ですよ、よく寝てますよ、いや、もう本当そうですよねえ、これしか考えられないから、そうそう、現実ですよ、それを貯めてから3、4、5、誰かの夢だ、
資本家たちの平和舞台。なるほど、かっこいいの。ジングルバッグ買ってる。違う、あ、取んないっすわ。じゃあ、ミルクで。買っちゃいたかったなぁ。60万マンション、30万。これ買えないじゃないよ。30万はないわ。あ、惜しい。買いたかった。増え切ったんで、もうお金もないんで上がりますね。もう税金全部使い切ったんで、4440の100倍なんで、44万4000円ください。44万。すげえ。これすごいよね。一気に60万マンション30万だよ。あ、もう本人4つも置いてるじゃないですか。そういったじゃねえ。ペコちゃん頑張ってる間、あなたここ一周してますよ。ことを巡る旅、やりましょう。やりましょう、やりましょう。3分の1だと。いや、やんないですよ、やんないですよ。やらないよ、やらないんだ。お金増やさないで。やらないんだ。やらない。窓増やすの。窓増やすの。いらないでしょ。もういいでしょ。あ、訴訟。訴訟。また現金、あ、半分ですわ。うん。お金持ちになってから遅いね、なんかね。トラブルだらけだね。会社の IPO 一株10セント。やりましょう。やりましょう。5か6、3分の1だ。10倍でしょ。10倍ですよ。やりましょう。面白いじゃない。5万円。全部進めんだよね。なんかやれ。いや、面白い。面白いじゃない。やった方がいいよ。5か6でしょ。5か6。2。残念。新しいゴルフボールを買う。ボールしか買えない。ボートじゃなくてよかったじゃない。お、かぶるかな。行っちゃおうかな。30で売れるじゃん。3倍になるよ。3倍売ります。あ、500株です。500株が30だから1万5000でしょ。ここにもういい。よかったよかった。いいじゃない。ゆっくり遊んでよ。金庫を買う。お、買えるでしょ。買います。さっき私が2回やったじゃない。今度は買えない。やりましょう。これも絶対やります。3以上の目が出たらキャッシュフローが2万5000プラスになるってことですね。すごいじゃない。これすごいね。やったすごい。均衡2万5000。これさ、プラス5万だから2万5000ってことはもう半分いってますよね。後から来たんですよ。半分とか浮かれてないですよ。コイン4つも持ってるじゃないですか。コインなんか関係ない。トラップ部品メーカー、とりあえず買います。お金がないかです。残念。言わないんだもん。キャッシュフローでって。それは金ないよ。2回とかしたからね。キャッシュフローでもう一回させる。すみません、ちょっと遊んでる場合じゃないんで、もうちょっと頑張ってます。あ、休みじゃなかったっけ。あ、そうだ、分かった。脱出しちゃってしょうがないです。ここ2回休みだ。ここ2回休みだ。ちょっとごめん、君たち2人とも少し休んでて。じゃあ行きます。信仰の贈り物。もうそろそろ贅沢するんだ。正しい。いや、しません。すみません。しましょうよ。やりましょう。いや、もうそろそろ。あ、美容院まず、キャッシュフローで。キャッシュフローで。できない。キャッシュフローはでもできない。できない。3万円足りない。森を買う。森はいいです。いりません。森はいいです。森はいいです。森はいいです。1、2、3、4、5。 T シャツ販売店買います。結構いいよね。これ多分一番いいんだよ。20万で8000。月8000。じゃあ20万で。さっき2万5000だったね。でもめっちゃ近づいてますよ。やっぱ最初のお顔たくさんあった方が。そうだね。5、6、7、8、9。やった。自分の夢。自分の夢だ。あ、夢だ。あ、じゃあゴールだ。終わりです。はい。もういい。ただもう強制ゴールなんですか。強制ゴール。まあ一応終わりですね。一応そのまま回ってもいいですけど。じゃあ回ります。すごいね。自分の夢買ったね。お金はないけど。すごい。やるね。またキャッシュフローで忘れてるけど。キャッシュフローデーで47万7000。笑うしかないです。で、ジェット機は乗りたくないので買いません。ジェット機買わないからです。買いましょうよ。いやいや、買いましょうよ。全然です。お金回しましょうよ。全然、全然買わないです。お金持ってくる。あんまりいいんじゃないですか。持ってない。ジェット機欲しいですよね。欲しいっす。言われますよ。俺ジェット機持ってんだよ。それはもう他の人に任せます。